ホームメイドガーベッジの仕組みシステムレビュー。はい、始まりました。ホームメイドガーベッジの仕組みシステムレビュー第15回。2023年、もうがっつり始まって、もう通常運転。そうですね、もう仕事も始まり、普通の生活って感じですね。じゃあもう通常通り進捗発表いっていきましょうかね。私、先週に引き続いて 3D スキャナーサンプル提供いただいたものの使用法の勉強をしました。はい。まずはターンテーブルモード、ターンテーブルに乗せてくるくる回った状態のサンプルを取って 3D データをスキャンするっていうモードを楽しみました。まあ、こう、比較的小さいものをスキャンして、割かし精度の高い 3D データを得られましたというところを確認しました。で、続きまして、テクスチャを外部のカメラで撮って、フルカラーの 3D データを得ようっていうのが次の記事ですね。で、外部カメラとして、スマホを使って、カラーキットっていう外部カメラ使う、部品等も提供いただいたので、それを使ってちょっとやってみました。ちょっとこれ今のところうまくいってなくて、そう、写真撮る角度とか、あとカメラの画像の切り取りの仕方とか、なんかコツがありそう。これはもうちょっと公式の情報、動画とか見ながら勉強しないといけないかも。なんか惜しいんだけどね。なんか惜しいんだけど、完璧なフルカラーデータちょっとまだ得られてないというところです。はい。で、次が30日で初めての現代性予理論に解きほぐされる俺ってことで、はい、30日間ツイッターでやってたものが終わりまして、一応一冊丸々教科書読み終わったので、まあちゃんと演習問題も全部やったので、真面目に、これで私はもう現代性予理論の基礎は履修しましたと言えるでしょう。まあ、これがね、どう役に立つかは私次第、あとこの先の私のさらに勉強を進めるかどうかにかかってくる。分かったって感じなんですかね。 Python で行列が簡単に取り扱えるってことが学べたのも今回の勉強で大きな収穫の一つですね。おじさんになってから新しい学問結構吸収するのって結構大変なんだけど、講義の動画とかも YouTube に上がったんで、それも大きかったね。理解の助けになった。そう。すごいね。いいね。そうそう。で、この先生もサンプルコード。MATLAB 版と Python 版でサンプルコード上げたんで、そういうの Python 版で勉強できたのがって、すごく理解の助けになりました。今もうね、こんなの大学のね、講義でやる内容でしょ？それがもう YouTube で、ただ本さえ2000円ぐらいの本買えば、こうやって勉強できるわけだからね。非常に良かったです、はい。ちょっとこれね、この勉強をもとに改めてちょっとモーター回したりしてみようかなと思っております。はい。でね、またこの30日後シリーズで新しいことを私始めまして。ああ、そうですね。やってますね。ちょっとね、ギターまた練習したいなと思って、今年なんか曲作りたいなと、お父ちゃんも曲作りたいなと。ただもうギターが全然手が動かなくなっちゃったので、まずはメタリカのマスターオブパペッツ弾けるようになりましょうと、はい、いうことで、30日後にマスターオブパペッツをマスターする俺ってことで、新企画立ち上げて今、はい、毎日ギター時間見つけて練習しております。始まりましたね、うん、そう、これ丸々、もうマスターオブパペッツダウンピッキングでイントロ全部弾けるようになって、ギターソロも弾けるようになれば、もう昔のように自由自在にギター弾けてる、弾ける、昔のように見たら自由自在に弾けるっていうことの証明になるだろうから、ちょっと今もう腕とか筋肉痛にしながら練習しております。昔は弾けたんだもんね。昔は弾けたね。昔はもうライブバージョンの原曲よりもさらに速い BPM のバージョンでも弾けた。それが今はもう何にも手動かなくなっちゃった。やっぱね、毎日弾かないとダメだね、こういうのは。でもね、私とかから見ると全然十分弾けてるようにも見えるけど、ダメだね。こう、全然ヘビメタルマスターじゃないね、こんなの。俺メタルマスター目指してるわけだから。そっか、メタルマスター、うん、はい、お父ちゃん以上です。ですね、今週は曲を5曲アップしました。はい。
で、ウェルカムノーのフリートラックが4曲、うん、まず、マイクリレー用のトラックをアップしました。はい、とこれはあのファイル整理をしていたら昔作ったマイクリレー用のビートが出てきたので、はい、それをせっかくなのでアップしました。これは、トーリアンセのメロディーとかを使った和風のダークな感じのビートになっています。はいですね、マイクリレーとかで使っていただけたら嬉しいです。で、2曲目が、303ですね、トラック303。これはちょっとポップでレトロな感じのビートを作りました。これは特にあのなんか特筆すべきことというか特に言うことないんですけど、なんかあれですね、シンプルめに作ることをちょっと心がけてる感じですかね。なんか私の曲結構音を詰め込みすぎてるなって思う時があるので、ラップとかしやすいようにシンプルめに作ろうとか思って心がけてるところがあります、最近。はい、以上です。ダンスミュージックって意外とねビート聴いてて上物あっさりっていうのを、ね、そうだよね。と、3曲目がバトルビートですね。はい、次バトルビート。はい、とバトルビートの方もなんか実は昔10曲ぐらい作ってたんですけど、うん、でもしばらくずっとやめてたんだけど、うん、そのなんかマイクリレーのビートとか聞いてると、あ、こういうのもいいなと思ったんで、うん、ちょっと久々にバトルビート作りを再開してみようと思いました。うん、はい、これはですね、あの昔作ったオリジナルのビート、自分の作ったあのリーストラックのビートをサンプリングして作っています。バトルビートだから、うん、同じループが繰り返されて交互にやれるようになったんだね。はい、8小節、そうですね、8小節をちょっとアレンジして入れてます。ああ、じゃあこれもね、なんかバトル、ラップバトルとか路上での、そうですね、そういうので、うんうんうん、ぜひ使っていただきたい、ね、はい、使っていただきたいなと思ってます。はい、ちょっとねバトルビートも楽しいなと思ったので、いいんじゃないね、需要あるかも。うん、今後も YouTube に上げとけばいちいちダウンロードしないとさ、そうだよね、そのまま使って流していただいて、うん、なのでそうですね、バトル楽しめるじゃないね。今週からこのうちのもやるバトル今週からお出かけ先で、あー、めっちゃラップバトルしてもいいかもすごいハードル高いねちっちゃな長男くんが結構ね好きでね、たまに前やってたけど、うん、ラップバトルやろうって言われてすごい難しかったな。はい、まあ、こちらも週1で上げていきたいと思ってます。はい、まあ、バトルビート、うん、バトルビートとフリートラックを1曲ずつ上げていきたいと思ってます。うんうん、はい、はい、次が304。これは久々にあのサンプルメインで作りました。はい、サンプルはあの主にスプライスというサイトのものを使っています。最近は打ち込みばかりでしたが、やっぱりサンプルを使うのも楽しいなと思って思いましたね。はい、なんかいろいろやった、あっち行ったりこっち行ったりしながら、そうだね、なんかサンプル流しながらこうメロディーとかを打ち込むとこうセッション感というか、一人でセッション感みたいなのが楽しめて結構楽しいですね。はい、ちょっと楽しかったので、うん、いいんじゃない、うん、ちょっとしばらくサンプル使って曲作りっていう方にちょっと試そうかなと思ってますね。はい、動画がですね、ちょっとアフターエフェクトでオーディオビジュアライザーにしてみました。いいっすね。はい、で最後がオーメダガーベッチさんのトラックス、はい、フリー BGM の方ですね、230112。はい、これもまた、実験的なエレクトロニカです。動物の声を入れたりして、ちょっとあの自然な感じと落ち着いて不思議な感じの曲になっています。結構あの BGM の方を使ってイラストやゲームの作品に使用していただいたりすることがあるので、うん、すごい嬉しいし、うん、まあ、作品をこう見るときもすごい楽しく拝見しています。なのでいろいろ使っていただけたら本当嬉しいですね。嬉しいね。はい、フリー BGM の醍醐味だよね。やっぱりなんか曲調、こういう曲調が好きってことは、なんか自分の曲と世界観がやっぱりリンクしてるところがあるから、うん、ね、好きな世界観のリンクみたいのがあるんだろうなっていう、そういうのがありますね。BGM は特色ある、うん、
BGM だから。そうですね。負けないというか、もしくはそれを凌駕するような。うん。そうそう。そんなね、使いやすい感じではなく、使いどころがなかなか難しいというか、ファンタジー系というのか、そうだけど、だからね、独自の世界観の、ね、作品とかで使っていただいて、本当嬉しいですね。はい。はい。ありがとうございます。はい。以上5曲ということで。はい。すごいですね、今週は。あ、そうですね。今週ね、やりましたね、今週も。はい。あとですね、今週はですね、前々からちょっとやってみたかった、ラジオとかでこうキャラクターを動かしたいねっていう話をしていて。VTuber になりたいね。うんうん、VTuber になりたいね。うん。それでですね、いろいろ調べたところ、Adobe のキャラクターアニメーターっていうソフトがあって、うん、それだったら、うちはAdobe CC 入ってるから無料でできるからいいんじゃないかってことで。無料じゃないんだけどね。ああ、そうだね。そうだね。無料じゃないんだけど。入ってるから、できるから、いいんじゃないかということで、ちょっと試してみることにしました。はい。はい。やってみま、はい。これやってみますか。起動して、もうこれで最後までエンディングいきましょう。そうですね。じゃあ今起動して。おう、これが、なんだっけ、Adobe キャラクターアニメーター。うん、キャラクターアニメーターの。これは目の前にあるパソコンのカメラで顔を撮って、それを認識して動いてるんだね。そうそうそう。なんかスターター、うん、口開けて、おいい、うん、いいじゃん。あとなんかね、口はね、マスクで隠しててもね、動くんだよね。もしかして音声認識もプラスで入ってるのかもしれない。今マスクで、ね、うん、今マスクで口隠してるけど動いてます、うん、で口開けて、ま、マスク外して口開けて、あ、喋んなくても認識するんだ、うん、じゃあさ、じゃあ目閉じて、もう一回、じゃあ目開けて、右見て、左見て、うん、なんとなく目玉も、あ、ほんと、うん、今ね、メガネかけてってね、ちょっとメガネかけてるからキャプチャーがね、もう一回じゃあさ、はい、目閉じて、目開けて、右見て、左見て、左、あ、難しい、ちょっとね、あ、でもこれ、じゃあさ、右に顔移動して。左。もうすごいじゃん。ね。いいじゃん。ちょっとジャンプとかしてみたりして。おぉ。いいじゃん。ああ、ね、これね、今のところ一人しか認識しないから、これ二人でできるようになったらもう全部これでやりたいな。しかもオリジナルのさ、キャラクターで。ね、面白いよね。うん。あと多分これ、ね、カメラが遠いから、カメラを近くにしたらもっと顔、うん、目玉とかを。いや、でも十分じゃない、目閉じるとかさ。ね。うん、十分、十分。十分か。口認識しなくても音声で動い。ね。あ、音声で動く。ね。うん、うん、面白 い。あ、じゃあこれの基本的使い方をブログにしたってことね。あ、そうそう。うん。このスターターキットっていうのが。スターターキットね。いいじゃん。はい、スターターモード。このキャラクター完璧じゃん。ね、かわいいよね、うん。めっちゃ簡単にできたので、もうびっくりしました。森で水泳ってすごいじゃん。ほんと。いいじゃん。そんな、はい、じゃあこれ引きず、じゃあこれ VTuber 計画スタートね、これ。あ、そうですね。今週からスタートしました。楽しみだな。そうですね。これも週に1回ぐらいこうね、一つ一つアップデートして。おのおのさ、家族全員おのおのキャラクター書いてさ、家族全員今後それでさ、アバターとしてさ、ラジオできたら最高じゃない？ね、ほんとだよね。VTuber 家族だわ。完全に VTuber だね。もう VTuber。VTuber デビューだ。はーい。じゃあ今日はこれでお別れしましょうか。はい。じゃあお母ちゃんよろしくお願いします。あ、はい。はい、それじゃあですね、1月も始まっていろいろ仕事も大変だと思いますが、体に気をつけて頑張っていきましょう。はい、今週もありがとうございました。さようなら。はい、また来週。